のお姉様の香りに包まれていると思わず意識が。まついですわ。巡回のようですの。めんどくさい。ベッドの下にでも隠れてくださいませ。無理だろ、この隙間は。ちょっと無理でもやるんですのに。眩しい。さあ話してもらうぞ。どうして今朝長澄くんの家から瀬戸さんが出てきたの？理由？へえ、健全な中学生の男女が朝っぱらに一つ屋根の下から出てくる正当な理由があるのね。なぜだろう、なんかドキドキしてきちゃった。素直に全部ゲロって楽になっちゃいな。実は俺とさんちゃんは一緒に住んでるんだ。あ？大変、血が出てるじゃない。これ接着剤なんですけど、手についただけ。え？早くごまかさなくちゃ。風紀委員長の私が男子と手をつないでるのバレたら。スカート短すぎ。え？そうかな、今時このくらい普通じゃない？ねえ、そこスカートめくらない。花も恥じらう女子高生がなんてことかしら。そうやって私のつくねさんを誘惑するつもりですね。ねえねえつくね、スカートもっと短い方がよくない？どうだ？ん？ひどいのはあなたたちでしょ。秋篠さんは真面目な生徒だったのにこんな風になっちゃって。嬉しい、エータ、やっと前世の絆を思い出してくれたのね。やっはー、もう離れないから。昨日も伝えた通り、あなたたちの廃部は決定事項だから。分かったらもう解散しなさい。はいはいはい、返事は1回でよろしい。ワン！たとえあなたがエルビス・プレスリーの熱烈なファンだったとしても、その大胆さはありえません。あなたは何を私には関係ないみたいに構えてやがるのです？だって私には関係ないもん。そんなこと言っても私の目はごまかされませんよ。ほーら、あなたが水着を着込んでいることくらい私の風紀眼にはお見通しなのです。次は背中を。いやいや、もっと気持ちよくしてあげますから。ほらベルトも外して。待つんだ、シルビア。イーノさん、神聖な生徒会室で。いや、嫌だもの。イーノさんも一緒にしますか？私、素人ですから足手まといになるだけですので。あれ、ひとりさん。はい。リボンは？忘れてしまって。じゃあこれ使って、私の予備。ありがとう。夏休みも合うぞ。って感じに。よし。あれ、ひとりさん。何そのだらしない格好は。ん？うわ、こんなに朝早くからお仕事なんて信じられない。朝の服装検査は委員会の仕事だから仕方ないよ。おはようございます。ヒロダメ。朝早くから呼び出してすまなかったな。委員長とヒロさんは恋人同士なんですか？はい。ななわけなかろうが。髪の色とかが校則に違反しているので。え？あと携帯電話も違反なので預からせていただきます。マジで？お化粧、第一ボタン、指定外のリボン、ブラウス、アクセサリー、付け爪、バッグ、スカート丈、全て校則違反です。地味な格好して女子高生やる意味あんの？そんなんじゃ楽しくなくない？後藤ちゃん、ちょっと聞いてよ。まずは挨拶だ。あの風紀委員顧問の後藤先生に話しかけるならもっと身だしなみをですね。そういうことね。でも大丈夫なのかな。私が清楚にしたら結構破壊力出ちゃうけど、キャラかぶらないかな。高校生の男女が泊まりで海なんて
そんな風紀の乱れそうなこと、この風紀委員長が同行しない限り許さないわよ。なに？じゃあ一緒に行く？行くわ。行くのかよ。つか、なんでお前らここにいるんだよ。あなたが風紀を乱さないか監視してたのよ、3時間ほど。さよ先輩、おはようございます。おはようございます。今日はよろしく。リボンが曲がっているわ。行儀が悪いわよ。そろそろ新入生が来ます。先輩として自覚ある態度でお願いします。はい。先輩だって。おう、まったく、せっかくの非番の土曜日だというのに。あ、だいた。到着早々ぼやかないの。すみません、コノリ先輩。私は風紀委員、五十嵐楓。委員会の報告書を生徒会に届けに来ました。はい。おっと、ここで副会長が登場。しかし私は臆することなく毅然とした態度でこれを渡す。これ受け取ってください。何か誤解生んでないか、これ。ほうほう。法則第32条。ダマホリデーも出てた。天変地異における避難その他の非常時を除き、校内において体制土星強制の類を発してはならない。ああ、また変なやつが現れた。先生、私も夜学部に転入します。え？こいつもただ退屈してるだけじゃん。今まであなたたちの行動を見て見ぬふりしてきたけど、そろそろ私の我慢も限界に来ました。あなたたちのせいで学校の風紀が著しく乱れています。ちょっと、勝手にリト君を取らないでよ。何よ、あなた何者？ちょっと話を聞きなさいよ。リト君、お願い、もう一度だけ。ここを受けるとどうなるんだ。法の下に罰せられる。そんな法はなかった。展示の許可は得ている。横暴だぞ。当日の状況を見て対応すると言ったはずです。芸術とはいえここは学校。風紀を、風紀を。私も美術家の端くれ、表現の自由のために戦う覚悟はできている。もう、アキラのバカ！なんでサボってばっかいるのよ！でもってなんでいつもいつも私が連れ戻さなきゃならないわけ？ちょっとアキ！アキラ！何やってんのよ！三枝遥を知らない？寮のバケツを勝手に持ち出したままなんだけど。あ、ちょ、何するのさ。あ、いた。いません、三枝遥人はここにいません。うわ、試練卓章ゴリム中、人質にも使えるってわけですよ。待ちなさいってば。逃げ足だけは見上げたものね。逃がさないだから。ビギ、ビー玉転がし。あ、うわ、なにこれ。あー、もう毎年この時期は忙しくて、ほんと目が回るわ。おい、なんだそれは。だって今日のお昼は私だけダイニングサーバーのメニューで寂しかったんだもん。わかったから家でやれ。役員になったばかりの芝に示しがつかんだろ。